なんだこれ、あ、なんだバイスシュガルツか、なんだバイスシュガルツか、あ、かわいいね、かわいいね、トライアルデッキだね、発売したスペースだね、カードゲームか、はい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 、ね、ね、ここは CU とかだったらすごい、あ、最高、ぶっ飛ばす、ぶっ飛ばす、めっちゃいいじゃん、ね、軽くない、軽いのよ、え、どこに、あそこに、うちのさ、うちのソウ君で私見た、え、なんであんの、そう、でもコンセントがないかも、やっぱここに直接言うのさ、ねえ、そこにめっちゃ巨大な、もう6本本当だ、6本なにこの一人一個の足、こんななんかさやっぱさ急になんか延長コーナーあったんだ、延長コーナーっていいよね、知らなかったわ、こんな近くにあったなんて、すごいね、ほら今まであったかしら、おかしいわね、今日は父さんがお湯ついじゃおう、あら嬉しいわ、お父さんすごい大体だね、ダイナミックだったわ、さすがお父さん、うわー、うん、あ、入れる時にすが、嘘でしょ、今日どうしちゃったのみんな、なんかやっぱりなんか前もなんかとセラのコップに蛇落とした気がする、そうだよ、あったあったわ、蛇ちゃんだった、熱いわ、狙ってる、あっ、あったかい、なんかさ、ティッシュがほかほかのティッシュが出来上がりました、ほかほかティッシュ、もう3月も末ですね、本当だね、3末もう学年末だね、あ、そう、なんか変わるところよね、年度末だ、まあそうだね、年度末だね、それ言いたかった今、年度末だね、年度末といえばやっぱ鍋末だよね、もう鍋末か、鍋の終わりの季節だ、うん、寂しい、寂しい、私たち鍋してないね、あ、してない、みんなでさ、まだ今年入ってからはしてないね、そうだね、今年帰ってからはしてないだね、何したっけ、去年はカニしゃぶしたじゃん、クリスマスパーティーで、あー、うちでやったやつね、今年はしてないしてない、ちょっとこのシーズンが終わる前にちょっと最後の鍋締めしよう、締めしたい、父さんみんなで鍋食わしたいよ、父さん、え、父ちゃん、でも父ちゃんそんなうちそんな金ねえな、そうなのよ、父さんの靴売ってくるからさ、そんなそこまでしなくてもいいわよ、鍋私がやっぱりパートに行けばいいんだわ、父さん靴売って、お父さんの靴売って、父さん明日から裸足でいいやそんな大切な靴だったじゃないお母さんが草履編んでくれるって父さん鍋に変えてくる、いってらっしゃい、父さん何鍋かな、なんだろうね、ね、カニかしらね、え、カニ鍋だよ、フグもいるね、フグやったね、あの靴だったらフグくらいになるかもしれない、そんないい靴だったな、あれ、そうよそうよ、嬉しいな、フグ、お父さん、みんなお待たせ、父さん、靴いくらで売れた、1200円ぐらい、全然安いじゃん、カニとかマジ無理じゃない、フグとか無理じゃない、行くときは高いくよ、はい、鍋のスタート、バカお、見えないところなんですけど、なんか全体的に色がない、お父さんこれ白っぽいよ、白しかないじゃん、色味がないよ、なんか鍋ってもっと父さんの靴があんまり高く売れなくって、これしか揃わなかったの、ちょっとお肉ぐらい欲しいよね、せめてね、メインになる食材欲しいわよ、何欲しい、やっぱりお肉、カニか、やっぱカニ、カニ何欲しい、餅とか欲しい、お兄ちゃんは餃子かな、あるかちょっと分かんないけど、あのね、その代わり1人1回ずつダーツを投げて当たった食材がもらえるよって言われたんです、誰に言われたの、誰靴屋さん、鍋奉行、鍋奉行っていう人がいるの、関所で言われた、ここいつの時代だよ、なんか関所です、知らなかった、奉行に言われたの、だから頑張って心を込めてダーツで食材をゲットして楽しい鍋にしようじゃないか、頑張ろう、そうしよう、はい、レディーさん、ジェントルメン、ダーツの用意ができました、こちらです、あらー、いいわね、はい、これで、これでダーツをやって当たったところのやつをゲットできます、
ね、こう2本刺さった時はまあちくわぶかける2セットみたいな感じで、やり直しとかじゃなくて増えるだけで、ね、餃子があんじゃん父さん、はい、餃子ある、餃子ありまして、椎茸、豚肉、ちくわぶ、鶏肉、白菜、くねえ、ラーメン食べたい、餃子という、もう中華屋さんみたいな、そうだね、ラーメン餃子なんかね、メニューみたいな、ね、ラーメン餃子いいね、いいね、ね、中華だし入れたいわ、そう、いいじゃん、なんか全部いいね、割と、ね、そうそうそう、いい、優しい、でもトリプルちくわぶとかはちょっと辛いな、確かに、ね、だからこうみんなで協力していい感じの配分になるように、うん、ルーレットすごい手作り感溢れてていいね、だって前から使ってたやつだからね、そうだよ、そう、餃子の人はキッタさんとはみ出てるから、じゃあ最初は誰が、キッタさん行く、行く、おお、行く行く、ここね、ここそこ、じゃあヘビ置いて、ヘビは置いて、青でしょ、きます、あ、汗もいいわ、はい、じゃあ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 、おー、くくれた、くくれた、やったー、やったー、くくれた、嬉しい、くくれ、嬉しい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 ね、やっぱ鍋に入ってたらね、嬉しい、くくれ、嬉しいよね、じゃあ、つくね一回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 、お、つくねか、すずいいよ、2人前、もう白菜はいいよね、何でないのか、もうやっぱさ、肉が欲しいよ、そうだよね、うん、豚肉、豚がいい、豚がいいな、豚がいい、豚がいい、豚お願い、オッケー、ブヒ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 、締め、ラーメンは何色だ、ピンクだな、ピンクだよ、クラブじゃない方がいいな、そうだよ、そう、せーの、ラーメン、ラーメン、豚肉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 はゲットできた、ねえ、肉いっぱい、締めは豚肉で、じゃあ締めは豚肉、炭水化物なしだけど、まあ、それがいいよね、食材どん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 色とりどりの色ある、とりどり、うん、とりどりだから、豚豚豚豚豚とりどり、豚豚さあ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 、そろそろまだよね、どうかな、そろ鍋じゃん、そろいいんじゃない、そうですかね、あ、もしかしてこれとか使うの、これ熱くないやつだ、上が全然熱くない、これ使うんじゃない、え、そんなあるの、あるよね、ちょっとお茶どっけよ、箸とかで材料入れんの、あ、そっちにあった、母さんがね、母さん、もう全部入れてあげるから、ね、おい、白しよう、まだまだ、もうちょっとかな、白菜を入れとこっか、水分を、ね、それ全部入れるのかい、でも白菜これまだ今ここの段階でも、そうなのよ、いっぱいあるのよね、あら、ごめんね、いっぱいあるんだよね、いらないんじゃないの白菜、まあ正直、うん、正直なところ一旦豚とつくねを入れてみる、いいよ、ね、ね、よっかね、そうしよっかね、うん、つくね入れよっか、つくねどれくらい入れる、全部入れちゃう、入れちゃう、入れちゃう、すごい、大体、あ、いい、おいしそうだよ、あ、いい、あ、いいね、いいね、いいね、やっぱみこいがつっつくのがいい、ほんとね、みころがつっつくだけで30倍はおいしいよ、ほんと、そんなにおいしくなる、いつかなんかおふくろっていう定食屋さんやってみてほしい、そうかな、おふくろなのかもよ、やだ、やだ、ねえ、いい、おふくろ、おふくろ、それいいね、おふくろ、それ豚肉、やだ、おふくろ、いや、え、もうここだけ、ここだけにしよう、ここだけ、まだまだまだ母さんにしよう、まだ母さんにしよう、変わらない気がする、お兄ちゃんがもっと大きかったらおふくろだよね、おふくろって呼ぶんだよね、きっとね、ねえ、呼ばれたい、やだ、私そんな、どう呼んでる、な、弟とか、うん、呼んでる、なんて呼んでる、弟、
おかん？あー、おかんか。何歳ぐらいからおふくろって呼ぶ？おふくろって呼ぶ？でも武田さんはおふくろって呼ぶ。誰？武田さんって誰？違う、これの番組でしょ。いや、普通に言ってるよね、言ってるよね、言ってるよね、確かに言ってるけどさ、50代を超えるととかそういうことなんじゃない？おふくろって、うん、あ、でもお父さんは言ってるね。お父さんも言ってる。そうかも、そうかも。うちのお父さんもって言うわ。おふくろって言ってる。おふくろっていつから言うんだ。言いますわ。やだね、おふくろなんて呼ばれたら。ちょっとやだな。じゃあいよいよさ、もうなんかいよいよ、いよいよだよね。ちょっとそれをあだ名にしようかしらね。やだね、ごめんでしょ。なんかもっといいあだ名考えるわ。じゃあ、じゃあ豚も入れてこうか。入れよう、入れよう。豚さ、ダブル豚なんだけど。全部入れよう。全部入れよう。でもみんなうちら豚好きだよ。じゃあ 1.5 本当に、だってうちら豚の争奪戦になるよ。そうだね、頼むよ。袋おいしそう。お袋浸透してるんじゃん。やめてよ、お袋はまだちょっと早いよ。母さんの前のやっぱさ、ね、こう新妻とかそういうさ、響きのいい段階があったよねって。ちょっとね、そうだよね。待って、新妻って別に呼び名じゃないよ。そうなの、新妻って呼ばない。鍋って別に美味しそうに感じる。奥様が作ってる鍋だとさ、もうすげえ爪長い人が作ったみたいな感じしない？確かに。トマトスープで。そうだね。なんかさ、チーズ乗せちゃったりしてるからさ、お袋だとさ、やっぱさ、煮干しカツオだよね。ちゃんと出汁から取ってね。やっぱお袋の味ってね、まずそうだよね。これいけそう、全部入れちゃおう。いかいか、いかいか。いけそうだね、結構。美味しそう。美味しそうだね。美味しそうだね、やっぱ豚。歌ってさ、やっぱ美味しいよね。歌ってすごいよね。お箸は？お箸あるよ。ちょっと待ってね。もう豚肉だけ食べたいな。豚肉はもう。でもこれさ、ちょっと蓋閉めないとつくねが煮えなそうだよね。あ、ちょっと蓋閉めてみる？蓋閉めて。やっぱガスがいいな、これ。今日なんだよね。そうなんだよね。ガスさ、揚げ欲しいよね。油圧しようか。加熱です。はい、お箸。じゃあ、まと。まとまと。グツグツってほら聞こえてこないかい。みんな耳を澄ましてごらん。ジまだかな、まだかな。ジーって言ってね、ジーって言ってね。トマト。みんな鍋の足音がするよ。パツ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 。父さんこの音大好きだな。あ、素敵素敵素敵。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、いいわ、いい。あ、大丈夫ですか、よりのカットは。どこに向けて。だいぶ色合いがないからね、鳥側でないと。よりはいいですか。でも美味しそう。美味しそうだよ。すごい。これずっと見てられるな。このなんかこういうチャンネルあったらいいね。食べていい、食べましょう。ポン酢とね、マヨネーズも持ってきたから。一応マヨネーズも持ってきたんだけど。誰が入れるの。あれ、お兄ちゃんでしょ。ちっちゃんでしょ。よさって、よそうよそう。はやはやはや、もうどんどん。よそっていい、よそっていい。あ、もう使わせてって。ポン酢もさ、つけてくるんだからさ。ちょっと待ってね。はいはいはい、私母さんによそってもらう。なんかお袋を頼むよ。あれ、じゃあそれを妨害する。どうしちゃったの。え、なんで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 よ。なんで、うん、なんかお母さん豆腐取れないよ。ほら、ざわー。ざわーの豆腐必要だって言ってんじゃん。これはもう煮えてるかな。煮えてるんじゃないかしら。煮えてると思うわよ。母さん、豚はこれはもう煮えてるかな。わかるでしょ、わかるでしょ。見たらわかるでしょ、お父さんね。あー、やったー。母さん、ネギがこれもう。ネギない、わかる。あれ、ガードされてる。あー、ガードされた。キノコはいる、キノコはいる。お兄ちゃん、キノコいる。あ、俺キノコいるわ。キノコいる。あ、どうぞ、お兄ちゃんの前から。はいはいはい、すごい。ちょっと、お母さんもちょっとできないわ。食べたいな、父さん。豆腐はいる、豆腐いる。俺キノコいる。父さん食べたい。はいはいはい、ガン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 。はい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 。あ、俺豚肉増し増し増し。あ、増し増しね。豚肉増し。あ、ちょっと
熱い。もうそれ牛丼みたいな豚丼でもでもめっちゃ美味しそう、うん、すごい美味しそう。はい、母さんありがとう。じゃあお兄ちゃんいっぱい食べて、ね、お兄ちゃんやっぱ育ち盛りだからさ。そうよね、そういうことだよね。みんなで鍋ちょっぺらちょうだい。ありがとう。じゃあ母さんがよそいの待とうかな。あ、そうだな、みんなでいただきます。ちょっと待ってね。はい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 、巻きね巻きね、はいはいはい、ちょっと待ってね、巻きね巻きね、はいはいはい、わい、はい、じゃあ高く揃っていただきます。いや美味しそうだなこれ。天然油だって出汁だよ。まずはこの出汁をね、出汁がついてるから。これ豚肉食べよう。あ、美味しい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 、うめ、うん、あ、美味しい。ねえやっぱさ、豚の出汁っていいよね。あ、うん、ちょっと寝て食べよう。美味しい。でももうさすがポン酢も入れてみよう。うん、うん、なんかこんな汁いいね。うん、うん、なんかお袋の味がするよ。ほんと、うん、ね、パックをね、ダーッと入れただけなんだけど、うん、美味しい。母さんが一生懸命パック開封した。そうそうそう、美味しい。え、うん、美味しい。お兄ちゃん、うん、お姉系だったのかなと思ってたよ、ね、今一瞬なんかね、ちょっと女の人みたい心配になっちゃった、うんうんうん、大丈夫かしら。頼むよ、母さん。大丈夫。ね、マヨネーズはどうやって使うの？よく、うん、俺は、うん、鍋にマヨネーズをかけるんだけど、こんなに出汁が美味しいのに。でも出汁が結構すごく美味しかったから、うん、かけるのやめようと思ってた。え、どうなるのさ。え、濃厚になるんだよ。濃厚？うん、いくぞ、うん、しめじ、うんうん、濃厚マヨネーズ味なんじゃないの、うん、ねえ、うん、おいしい。でもなんかマヨネーズの味になっちゃいそうじゃない、うん、そうでもないよ。何、クリーミー和風クリームなんかクリーミー和風だし、うん、どう、おいしいよ。あの悪くはないなんかこう終わりの頃になって、うん、味がなんか変わらないなって思った時にマヨネーズ入れると、なるほどね、ちょっと変化をね、ちょっと食べようかな。でもやっぱキムチ鍋にマヨネーズが最強だよね、うん、それは美味しい。なんかね、辛さがマイルドになってた、うん、そうだね、そうなのよ。私柚子胡椒結構欠かせないんだけど、あ、いい、うん、うん、すごくいい、うん、でも柚子胡椒って減らないよね。もう結構いっぱい入れちゃう。餃子とかに結構あのさ、これぐらい小さい瓶でもさ、うんうんうん、やっぱ1回に使う量が少ないからさ、結構さ少量でもさピリッと辛いじゃん、うんうん、だからあんまりそう結構めんつゆに入れてしゃぶしゃぶしちゃうから結構なくなるの、うん、もうワンシーズンで一瓶だよ。ほんま、うん、全然1年持っちゃうよ、うんうんうん、おいしいネギ。おいしいね、うん、やっぱネギがいいわ。追い白する、うん、そろそろ追白する。追白してもいいかもね。追白したら水分出ていい感じじゃない、うん、なんかさ、豚あんなにあったのにもうないね。美味しいだ、うん、ここら辺のじゃあ白をさ、白ちょっとじゃあゲットしようかな、うん、取っちゃって取っちゃって、ただね、家で鍋してるだけじゃない。ここで食べておかないともうさ、父さんこの後飯食うチャンスないから食べないと。ちゃんと食べといて食べといて、お父さん、うん、この後もね、うん、なんか一回シェアハウスって住んでみたいよね。え？シェアハウス？それってあれみたいな、あれみたいなやつ？恋が生まれちゃうみたいなやつ？恋は生まれなくていいけど、なんかこのほら毎晩なんか今日鍋するみたいなのでさ、鍋したりとか、うん、1週間一ヶ月ぐらい住んでみたい。でも今日鍋しないとか言って、いや、でもちょっと外でみんな友達と会うからとか言ってさ、誰も乗ってくれなかったら悲しくない？悲しい。確かに、うん、でも誰かしら いるんじゃない、ね、だって寂しい人しか多分住まないよ、シェアハウスって、うん、だってさ、恋人もいてさ、
すごい友達もいっぱいいたらシェアハウス住まなくない、住むのかな。でも確かにそれはあるかもね、うん、それをそういうのを求めてる人がさ、そうだよね、そうだよ、シェアハウスってきっと住んでみたいな、うん、なんか毎日誰かと買ったと思う、大変だ、しないと、ふたふたふた、そうね、母さん誰か来てみたい、え、ん、え、なんだなんだ、こんな、ダメならやらんぞ、こんな夜遅くに何かしら、匂いをね、嗅ぎつけてきたのかもしれないわ、泥棒だ、お母さんがなんか驚いた声がする、なんか、え、何、すごい見える、どうしたのお母さん、ちょっとご近所さんから、えぇ、ー、裾分けいただいちゃったわ、すげえ、マジで白菜入れたばっかじゃん、本当よ、入れなきゃよかったよ、入れなきゃよかったわ、母さん、あら母さん、ちなみにオイスープがあるかどうか聞いてもらえるかな、オイスープが、オイスープないって、オイスープないって、オイスープないか、水、水、あ、ちょっと水道がちょっと壊れてて、あ、でもオレンジ、めんつゆとかあった気がする、うちはちょっと蛇口が全部使えないんだって言ってあげて、あ、やべえ、餃子来た、餃子来ちゃった、すごい来ちゃったわ、ニーニーどうする？具材がちょっといっぱい、どうしよう、ね、ラーメンも来たし、ちょっとどうしたらいいんだ、どうしたらいいのこれ、ちょっとずつ入れる、ちょっとずつ入れよっか、そうだね、最後はどうです、チキハーブ食べたい、そのまま食べたいぐらい、え、じゃあそのまま、じゃあどうぞ、わかんない、チキハーブってそのまま食べれるの、分からない、分からない、チキハーブダメダメダメだって、チクワブのこと知らないのよ、そうなのよ、チクワブ、でも鶏肉とかちょっと入れたいよ、ね、鶏肉ちょっとでも早めに入れて、鶏肉早めに入れて、うん、じゃあ餃子も、これどこの餃子、お兄ちゃんの餃子、この辺の餃子、この辺の餃子だ、お兄ちゃんが仕入れてきた餃子、餃子持って帰ろう、じゃない餃子、え、なくなってたよ、え、持って帰ったんじゃないの、持ってます、え、私取ってないよ、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 父さんだ、違う、父さんが母さんの分パクった、違う違う、みかんが、でも、え、違うみかんじゃない、先週まであってアミコちゃんまだ持って帰ってないんだって思った、今 なかったよね、誰、誰かが餃子食べた、餃子泥棒、そんな餃子泥棒なんてさ、父さんの知り合いに探偵がいるから探してもらうか、ちょっとお願いしてもらってもいいかしら、俺ちゃんとジップロックに入れてみこらんよって置いといたんだ、どっかの誰かが持ってっちゃったんだ、誰、まあ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 、誰かの胃袋に収まってれば餃子ボンボンだよ、そうそうだよ、また今週末あの仕入れがあるんで、ありがとう、そうだ、お兄ちゃん本当餃子の仕入れ業すごいね、それね、うん、本当最近すごいね、うん、助かるわ、うち餃子金ねえからね、餃子だけは聞かせないよ、もう餃子で育ったようなもんだよね、うん、そうだよね、新学期だ、新学期だよ、ミルキーも新学期、ミルキーも新学期、ホームズ探偵学院、そうだよね、新学期ですよ、せーのー、あれどうしたの、なんて言った、先輩